はい、こんにちは、中地です。ワンちゃん。本日はですね、アサシンクリードバルハラ発売して早速遊んでおりますので、ファーストインプレッションの方をちょっと雑談をしながら、なんとなく簡単な動画ですけど、お話ししていければなと思います。まず簡単に結論から言いますと、面白いです。うん。 僕の言う面白いはちょっと信用ならないかもしれないんですけど、アサシンクリードがそもそも好きだから。うん。ただ今作もとても楽しい作品になっているなというのは、10時間ぐらい今プレイしたんですけど、えー、感じました。ただ、すごく変えてきたなっていう感じはします。前回のオデッセイ、アサシンクリードオデッセイ、そしてその前のオリジンズ、 エジプトが舞台だったオリジンズからアサシンクリードってかなり一新されたんですね。戦闘がこうアクション寄りになったり。うん。で、史実に基づいたオープンワールド、エジプトだったりギリシャだったり。今回は9世紀のヨーロッパですね。イングランドを制圧していくバイキングの侵攻が活発だった時代のお話。 になります、うん、で、その世界観とか、そういう時代背景っていうのを細かく再現しているところは今まで通りだと思います。うん。で、自分はバイキングの一人として、えー、北方を目指しこう、進行していく、略奪をしながら進行していくという感じになっております。ただ、 やっぱり今までのアサシンクリードとはちょっと違っう感じ。今までというよりは、オリジンズ、オデッセイと来たアサシンクリードをまたさらにちょっと変えた感じ。じゃあ実際どう変わったのかっていうと、まあストーリーラインがわかりやすくなってます。今んとこね。<laughs> 今んとこね。クエストこれちょっとぼかそうか迷うんだけど、一応こうやって選択しなきゃわかんないかな。うん。 まあ今までもこういう感じだったんですけど、クエストのところは。タブになってて、このシリーズ、どこのクエストラインをやるっていうのは今まで通りなんですけど、オリジンズ、特にオデッセイはクエストが山ほど出てきちゃうんですよね。うん。今んとこね、今んとこバルハラはわかりやすい。今俺何してんだっけとか、何してたんだっけっていうのが、 起きづらいいかなっていう割と大筋の一本を歩んでいる感じがして、オデッセイのどれから手をつけたらいいんだろうっていう広大さも楽しかったんだけど、今回はかなりシャープなのかな今のとこね <laughs>。うん。でもオデッセイをやってた時は10時間も遊んだらね、クエストがボンボカボンボカ入ってきてたんで、うん。それに比べたらかなり シャープになったかなと、シンプルになったかなと思います。で、ワールドマップ。ワールドマップは前作、オデッセイよりかはちょっと小さいぐらい。ただ、密度が濃いんで、結構多いかなっていう感じはする。広い。うん。ただ、前回のオデッセイとかは船で移動したりして、こう、島を巡っていたから、今回は地続き、ほぼ地続きなんで、 そんなにこう大変さはないかなっていう3作、探索に関しては。そんな気がします。そしてインベントリ今作はオリジンズ、オデッセイとだいぶ違うところはハクスラじゃなくなったってとこですかね。前回はこう拾った装備にランダムで効果がついたりとか したんですけど、今回は1個の装備を大事に使っていく感じですね。これも強化はしたんですけど、強化した上にこの四角でアップグレードっていうのができるんですよ。してみましょうか。こうやってアップグレードして使っていく。で、これカラスの戦士団一式って、今5箇所、5分の5になってますけど、セット装備になってます。なので、なんだろう。 今までみたいに、あ、いいのあった。これに変えよう。これに変えよう。今までのは崩して素材にしよう。売ってお金にしようっていう白ラの遊び方だったんですけど、今回は一個一個の防具多分捨てることはないんじゃないかな。売れなかったと思うんで、崩したりね。うん。なので手に入った装備一つ一つに意味がある感じがします。この辺は好みだと思うんですけど、 なんだろう最初に拾った防具かっこよかったのに結局ゴミになっちゃったなとかこっちの方が強いからなっていうんではなくてもう一からどれもこれも使いやすいというかでセットで揃えて強いとかうんなので装備の収集が楽しいですよねハクスラとはまた違った装備の収集コンプリートしたいとかねそういう欲求にもつながりますよねうん なので、これは好みが分かれるとは思うんですけど、とてもいいんじゃないかなと思います。で、この辺は余談なんですけど、今回、体にタトゥーを入れたりとか、あとは、用紙を簡単に切り替えることができるんですね。今回も男性、女性とありますけど。で、面白いのが、これ、頭の装備。 右下ですね。装備を、装具を非表示。これってよくありますよね。頭の装備を非表示にするって。それだけじゃなくて、鎧とか腕、足、武器なんかも、どれも非表示にできます。うん。これもね、多分バイキングとの相性を考えて、そうしているのかなと思うんですけど、 縦、まあ、なんか外して、これも外してみようか。で、今作からはね、左手、副手っていうのかなちょっとすぐ押しちゃうね。まるで戻っちゃう。片手武器が両方に、左手にも持てるようになりました。で、今僕全然タトゥーとかやれてないんですけど、このバイキングの屈強な男、 の装備をこう裸にしてねタトゥーバリバリに入れて戦うとかねそういうこともできるようになりますうん僕はこんなにねなんだろう非表示にできるゲームなかなかないんじゃないかなと経験したことないですね「フラインに比べ なんか喋ってますねうんで今回の目玉の一つである、えー、略奪の部分に関しては今のところ小さな、まあ、主人公たちはまず何も持たずにこう領土を広げていこうってことで小さな略奪しかしていないので今はなんとも言えないんですけど 前作オデッセイをやったことある方ならわかると思うんですけど、合戦に近いかなっていう、前回合戦って言い方してたっけあの、アテナイとスパルタ軍の、えー、合戦に参加して、どちらかに参加して、えー、その領地の支配をひっくり返すっていうことができたんですけど、 実際遊んでみると、ひっくり返すってすごいことじゃないって思うんですけど、実際遊んでみると、まあ、一つのちょっとしたイベントみたいな。うん。で、ひっくり返ってまたそこが大変になってきて、合戦のゲージが溜まると、また逆の、当てないだったら、スパルタ、今度はスパルタ参加して、合戦をして、またひっくり返してとかね。そういうことができるんで、 あんまりこうストーリーにガチガチに絡んでくるものではなかったんですよね。うん。で、今回も位置づけとしてはそこに近いんですけど、遊んでる感覚としてはね、うん。ただ今後大きなところを攻め入ることになるとは思うので、だんだん面白いものになっていくんじゃないかなと、思っております。うん。でもなんか、略奪って、 がすごく押されているけど、めちゃめちゃそれが大元ではないっていう気はします。このゲームのストーリーの根幹にはなると思うんですけど、うん。でもすごい楽しいですよ。他の人を携えてね、何かを略奪しに行くのは面白いです。で、ちゃんと理由も伴ってるんで、このバイキングで略奪して、 領地を広げる。で、仲間になれる人たちとは同盟を結んでいこうねっていう感じなので。うん。なんかもう罪のない村人からバンバカ盗むっていう感じではないんで。うん。その辺も動機はしっかりしてるかなっていう気はします。うん。そんな感じかな。非常にね、 面白いですよ。アサシンクリード・バルハラ。うん。で、前作や前々作。まあ、ちょっと難しいんだけど、アサシンクリードというタイトルを見たときに、どうなのという話もちょっとだけしたいんですけど、今作はアサシンクリード見を感じるのが早い。です。うん。ただ、どうなんだろう。 アサシンクリードを全くやったことない人が、あ、ごめん <laughs> めっちゃ船ぶつかったけど。うん。アサシンクリードを全くやったことない人が、えー、どう思うかっていうのはちょっと難しいとこですね。ただ、今までのオリジンズとか、オデッセイ、 で、うん、朝クリミ入ってくるの遅いなって感じてた人は今作はすぐちょっとアサシンクリードみが出てくる <laughs>、うん、何言ってんだって話なんですけど多分ここを心配してる方もねいるとは思うんですよねただ非常に序盤でこうあアサシンクリードだなって感じれるようにはなっていくのでその辺もね 個人的にはいいいかなと思います。前作オデッセイとかは、まあ、時代背景もあるんですけどうんそのアサシンクリードという存在とかその時系列とか考えるとまあそうなるよねっていう感じはするんですけどアサシンクリード味は少ないうんそんな気がしましたただ今作は割とアサシンクリードかなってまあ初期みたいなね あのー、昔のアサシン・クリードみたいにこうスタイリッシュに暗殺者という形ではないんですけど、今作もね。うん。ただ、オリジンズ・オデッセイが好きな、好きだった人には、とても遊びやすいタイトルなんじゃないかなと、思います。うん。とりあえず、こんなところかな。 今、10時間遊んで感じたところは。で、まあ、マイナス、ちょっと、なんだろう、うまだわかんないから、どうなのって思ってるところ、としては、まあ、船がこんな感じなんで、時代も時代、旧世紀のね、こういう感じなんで、海戦みたいなのはないと思うんですよね。前作、オデッセイは海戦がめちゃめちゃ楽しかったんで、 うん。そこはちょっと差別化されてるかなと、思います。ちょっと静かにして、今。<laughs> 今、あれだから。これクエストですね。この、コンパスに出てる。おやああ、ヘビです。うん。戦闘の感じもね、ちょっと、今までとはね、 オデッセイとかともね、違った雰囲気ではあります。ただ、そんなに違和感はないですね。うん。そんなところかな。うん。回線がないっていう、ちょっと地味さ地味さというか、今作は回線、あるのかちょっとわかんない。ごめんなさい。あるのかもしれないけど、多分、オデッセイほどのことは起きないかなっていうところと、 あと、さっき地味さって言ったんですけど、オデッセイとかオリジンズに比べると地味です。うん。じわじわ楽しいって感じ。で、今、こう、ああいうね、ちょっとした村とかね、あとは、なんて言うんだろう。まあ、教会みたいなとことか、そういうところを襲撃して、物資を略奪しているんですけど、 あんまりね、派手な街はないんだよね。まあ、時代もそうだし、こう、みんなが略奪をしながら生きてる。ちょっと大きな村、街みたいなのあるんですけど、オデッセイやオリジンズほどの派手派手しさはないので、うん。その辺が好みは分かれるかなと思いますが、今作もね、美しい、こう、イングランドの大地。うん。もう、綺麗だよね、こういう。 自然はたくさんあって、色味も綺麗だから、派手な大きな街、綺麗な砂浜とかそういう感じはないんだけど、ちょっと戦いましょうか。痛いでスキルもね、ド派手ですよ。あ、中断されちゃった。強い。 よいしょ四角で回避です。R1 と R2 で弱と強の攻撃ですね。で、今作からスタミナ、この話もしてなかったねスタミナが追加されたので、連続で回避とかはできません。強攻撃とかね。よいしょ。 うん戦闘はこんな感じまあこのトリガーを引きながらねスキルを選択するのは前作と一緒かなーって感じですねちょっと操作感は違いますけどすぐ慣れますねうんとりあえずファーストインプレッションなんでそんなもんかなめちゃめちゃ 楽しいっすめちゃゃめちち面白いちょっとね、ファンタジー寄りなゲームをやっている感覚にもなりますね。魔法とか出てこないんですけど、なんだろう。エジプトとかギリシャってちょっと想像つくじゃないですか。こう、学校で習ったとか、本で見たとか。ただ、なんだろう。バイキングの世界観ってあんまり馴染みがないと思うんですよね。本当に好きな人が。 調べて知ってるって感じ。うん。そんな気がするんです、僕は。オデッセイとかオリジンズの世界に比べたら、あまり触れる機会がないのかなと思うんで、こう、変な話、こう、ピンとこないというか、変な言い方するとピンとこない。うん。予備知識が全然ないので、新鮮な気持ちで、あ、こういう感じなんだって、見ながら、冒険できるので、ちょっとファンタジーな雰囲気も味わえるかなと。 で前作同様、ちょっとこう SF チックな、今回だと北欧神話ですね。前回はアテナとか、神々の話、あとはアトランティス、海底に沈んだアトランティスの謎とかね、そういうちょっとファンタジー要素、SF チックなところもありましたが、今作は北欧神話とか、民間伝承っていうんですかね、いろんな伝説のお話を 交えながら物語が進んでいくので非常に楽しみです。そして今10時間ぐらいプレイしていてとても楽しいです。うん。前作の2倍の初週売り上げだっけなんか出だしが好調らしいんで。意外とね、オデッセイとかの方が見た目がこう派手だからバルハラはどうなんだろうなーって思ってたんですけどすごく売れてるみたいですね。うん。 そんな感じでちょっと引き続き遊んでまた詳しくこう面白いところをお話しできるようでしたらまた新しく動画撮ろうかなと思いますが今回はちょっとねだらだら羅列して羅列もできてないんだけどうんおしゃべりしてみましたぜひ気になった方は遊んでみてくださいというところで今回はああと一個言っていいレベルの概念もなくなりました <laughs> 最後の最後に レベルの概念とかもなくなって、スキルポイントを取るための経験値が溜まるって感じなんですけど、うん。で、ここでこう、ステルスダメージとか上げて、下の今戦闘力が32って、33とか上がって、で、この辺も強化していくと戦闘力が上がっていきます。で、ワールドに記されたこの右ですね、レディチェスター社が推奨戦闘力20。 で場所があるとこう90とか上がるんですけど、うん。レベルでの表示ではなくなったと。まあ個人的にはこれレベルみたいなもんじゃねって若干思うんですけど、うん。ただレベルアップでステータス上がるっていう感じではない。自分が好きな方向にこう振っていけるっていうシステムに変わりました。この辺もまあ賛否ありそうですが、前作とね、同じ感じじゃなくて、またこう新鮮な気持ちで遊べるので、僕は好きです。 はい。そんなところでしょうか。終わり際にすいません。思い出しちゃったんで。そんなところで、えー、今回、アサシンクリード、ちょっとチャチャっとした動画ですけど、うん。アサシンクリードをバルハラ、えー、楽しいので、ぜひ、引き続き遊びたいと思います。そして、ぜひ遊んでみてください。という動画でした。ちょっとでもね、気になっているところが、わかっていただけたら、嬉しいです。 それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございました